こんにちは、タツノの八木翔衣です。今日は赤尾市の刈谷にやってきました。刈谷にある木そばのさらしなさんにお邪魔させていただいております。今日は土曜の牛の日ということで、うな玉丼とそばを、注文してみました。ヤギ醤油の、たまり醤油を、使っていただいてます。こちらが、うな玉丼ですね。うなぎが入ってます。今日は、土曜日の牛ということですので注文してみました。そしてそばつゆにも、たまり醤油を使っていただいてますね。こちらそばですね。こちらがそばつゆですね。さらしなさんですね。赤穂のさらしなさん、ぜひ皆さん、赤穂の皆さん、さらしなさんですね、よろしくお願いいたします。